なる川橋梁は、宮城県東松島市のびるあざ下山の棒と、牛もあざか西を結ぶ、鉄道橋。東日本旅客鉄道線積線の伸びる駅と陸前、小野駅の間にあり、一級河川吉田川となる瀬川を、またぐ、単線電化の橋梁である。2000年6月完成。プレストレストコンクリート構造下地下駄の、フィンバック橋という珍しい構造をしている。 なるせ川橋梁ではこの方式を世界で初めて採用した。なお、フィンバックが橋梁断面の両側についているため、その部分は防風用の柵の代用となる。なるせ川橋梁は、フィンバックが低い箇所にもベッド風柵を取り付け、強風による鉄道の乱れを大幅に減少させた。1九9九年土木学会田中賞、日本コンクリート工学協会作品賞。 2001年度僕、学会デザイン賞優秀賞を受賞している。戦績戦は、1944年戦争遂行の、ための戦時買収施設指定により買収された宮城、電気鉄道が付設した路線である。現地は西側に吉田川、東側になる瀬川が並行して流れ、その川幅は合わせて、約430メートルあった。宮城電鉄は1928年、 ここに3景観の吉田川橋梁、22景観の成瀬川橋梁を建設した。どちらもデックガーダー形式といい鉄桁の上を列車が通る、いわゆる鉄橋である。時は流れ、建設省による河川改修事業により、吉田川及び成瀬川の堤防等は着実に整備されたが、この橋梁周辺は未着手の状態が続いた。 そのため、河川幅の境内部となっており、洪水の危険性が高まる地点となっていた。そこで、河川改修事業の一環として吉田川、成瀬川橋梁の掛け替えが決定し、約200メートル下流に新橋梁を建設して、ルートを変更することになった。また、橋梁付近は、強風が吹きやすい地点であり、デックガーダー形式は、吹きさらしの構造のため、鉄道の運休、 遅延もたびたび発生した。そのため、新橋梁には、強風対策が求められた。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、コンクリート構造物に直接の被害はなかったが、師匠の一部が石巻よりに変形した。2015年5月30日の戦石線の全線、復旧時には、陸前大塚駅から東京漁までの区間が移設となった。 ありがとうございます。